勝又進は、山梨県富士吉田市出身の元サッカー選手、サッカー指導者、政治家。現役時代のポジションは FW。小学校よりサッカーを始め、山梨県立甲府工業高校を経て、法政大学に入学。在学中は、サッカー部に所属した。1978年に大学を卒業して、富士吉田市役所に勤務。また、 甲府サッカークラブに加入した。1984年に現役を引退した。1993年に藤井吉田市役所を退職し、ドイツのサッカークラブ、ベルダー・ブレーメンにアシスタントコーチとして就任。1994年に甲府クラブの監督に就任。1995年に藤井吉田市議会議員に当選。1998年に JFA 公認 S 級コーチのライセンスを取得した。1999年に甲府の監督に就任したが、同年で退任。2001年より、藤井吉田市サッカー協会顧問に就任。また、同市のクラブチームボル系の藤井吉田ゼネラルマネージャーに就任。2007年に藤井吉田市議会議長に就任した。2011年まで、藤井吉田市議を務めた。 2015年4月の富士吉田市長選に立候補して11,516票を獲得したが18,413票を獲得した堀内茂に敗れた。ありがとうございます。